先生と私とナイフ、ストーリー、直川隆久、出演、西尾まり。私は毎日、ナイフで鉛筆を削っている。今時鉛筆、しかもナイフ。私が勤める K 建築設計事務所では、パソコンを禁じられていて、図面は手書きだ。そして、署員全員の製図用の鉛筆を削るのが、私たち新米の仕事なのだ。ものづくりは手を動かすことや、パソコンに頼るような奴らは、頭の中までゼロイチで奥行きがない。というのが、先生の言い分で、経営事務所といえば鉛筆、というのが、半ばトレードマーク化している。世間的には反骨の建築家ゆえのポリシーということになっているのだが、単にケチなだけではと署員たちはうすうす感づいている。私たちは先生が有名になってからのことしか知らないのだけど、それまではなかなかに大変な人生だったようだ。競馬の予想屋をやりながら独学で建築を学んだものの、学閥と縁がないので設計の仕事はなかなかできなかった。見かねた田舎の親戚がたまに家の改装を頼んだりすると、かやぶき屋根の家を総ガラス張りにして出入り禁止になったりしていたらしい。受けを狙ってもいまいちパッとしない先生のキャリアに転機が訪れたのは50代半ばだった。サイドビジネスのクワガタの養殖が大失敗し、どん底状態のやけくそで作った作品。リアカーの上に段ボールを貼って作った移動式住居が、意外やヨーロッパで高く評価されてしまったのだ。システムとしての都市文明に対抗する運動体、すなわち子イコールノマドを表彰しているとかなんとか。いやー、ホームレスになってもそれで暮らせるかな思っただけでついとったわと先生はよく宴会で漏らしていた。ちなみに宴会の会費も割り勘である。いざ海外から評価が得られるとえらいもので、日本での評価もうなぎ登り、設計依頼があれよあれよと舞い込んできたらしい。お金とか名声の匂いがするところにはますます仕事も人も寄ってくる。まあ私もその一人だったわけだ。ここ数年の先生の勢いはすごかった。ダンボールが専売特許となり、ダンボールハウスはダンボールメゾン、ダンボールレジデンスへと進化を遂げ、ついにはダンボールシティというプロジェクトまで動き出した。事務所の仕事が増えると先生の仕事はだんだん雑になった。アイデアスケッチを出すこともなく、書院が書いてきた図面に最後気合一線サインを入れるというパターンが多くなった。段ボール建築についての取材はひっきりなしだった。火事に弱いのではとインタビューで問われると、生きるということはそもそもリスクを負うことですわ、段ボールに住まうということはその根源的なリスクを文明社会に取り戻すことを意味するんですと、もっともらしいことを答えていた先生だが、心配事は大体実現するもので、この段ボールハウスの一軒が火事で全焼し死傷者が出た。基準をクリアしていたはずの耐火性能にそもそも計算ミスがあったことが分かったのだ。先生は一転犯罪者扱いされバッシングを浴びた。一番良くなかったのは、釈明しようとして開いた記者会見でどう責任を取るのかを問い詰めてきた記者に向かって、戦後の焼け跡から復興した日本人なら大丈夫ですと訳のわからない答えをしてしまったことだ。これがダメ押しになった。当然ながら建築依頼は激減し、事務所員も次々に逃げた。私は出ていかなかった。なぜかといえば、まあ仕事も身についていないし、
他で雇ってくれるところもなさそうだし、あとこのどうしようもない先生の育成を見届けたいという思いもあった。そんなわけで今でも私は先生と二人きりの事務所で誰も使わない鉛筆を削っているという文を日記に書いてから何日か経ったある朝、小雨が降る中事務所にたどり着いた私がドアを開けると、サリ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 という音が奥から聞こえてきた。見ると先生が書院のデスクで鉛筆を削っている。真っ黒なクマができた顔で私を見た先生は小さな声で、おお早いやないかとだけ言うと、またサリサリと鉛筆を削る。パキッと音がして鉛筆の芯が折れた。下手だ。もう何十年も自分で鉛筆なんて削っていないのがわかる。お茶でも入れましょうかと私が言っても先生は答えなかった。窓の向こうの雨で輪郭がぼやけた街をじっと見ている。初心に戻ったら何か出てくるかなと思ったけど、あかんわ。先生がぼそりとつぶやき、鉛筆とナイフをごとりと置いて席を立った。デスクの上にはコピー用紙が一枚、真っ白な紙に一行だけメモ書きが見えた。ダンボールという文字から矢印が引かれ、その先にラップの芯と書かれている。先生はふらふらっとドアに向かった。ドアノブに手をかけたところで、ああそうやとこちらを振り返らないままで言った。君もう鉛筆削らんでええで。いいんですか？なもんパソコンでやったらええねや、アホやな。そう言って先生は出て行った。それが私と先生が交わした最後の言葉だった。何日かは私も事務所に顔を出したが、先生が帰る様子はない。先生が置きっぱなしにした携帯もしばらくは鳴りまくっていたが、やがて音を立てなくなった。私も事務所に行く理由がなくなってしまい、家事手伝いの生活に戻った。そうして今また自宅の机でこれを書いている。時折あの事務所の日々が思い出される。結局のところあの頃は今よりよく笑っていたような気がする。私は先生が嫌いじゃなかったのだ。ケチでうさんくさいおっさんなのだけど、でも見ていて飽きない人だった。建築なんてものに手を出さず地道にクワガタの養殖をやっていた方が良かったのかもしれない。どうしてるんだろう。あの段ボールを張ったリヤカーで街をさまよっているんだろうか。そう思うと先生が少しかわいそうになった。とここまで書いて聞き慣れたダミ声がテレビから聞こえてきた。思わず振り向くと石窯ハンバーグというファミレスの新メニューのテレビコマーシャルに先生が出ているではないか。ドリフのコントみたいに顔中真っ黒に塗った先生が、とことん焼いたれという決め台詞をシャウトしていた。私は持っていたコーヒーのカップを落としてしまい、太ももに割と大きな火傷をした。さて YouTube の制限時間もあることなので今日はここまで。先生がその後人生丸焼け建築家としてテレビのバラエティで華麗な復活を遂げ、都知事選に勝利するまでの話はまた別の機会に書きたいと思う。